はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。9月27日もうすぐ4時ですね。ちょっと昼寝をしてます。どれくらいでしょうね、30分以上は寝たような気がしますね。気持ちいいですね、ほんまに。なかなか昼寝ね、シエスタ、暑い時もやるんですけど、こういう普通のシーズンでもいいですね、ほんまに。ちょっと午後になってですね、日が照ってるようですね。この部屋ね、ちょうどね、2時頃にね、日が入るんですよ。2時頃に日が入って、3時頃まで入るんかな。暑いんですよ、夏の下がりの時には。だから締め切ってカーテンも閉めてね、クーラーするんですけどね、今の感じはちょうどいいぐらいですね。はい、さて、ニュースポスト7でございまして、私が月に、2本ぐらい、記事を書いてるメディアでございます。あの小学館のメディアでですね、週刊ポストと女性セブンというものを、まあ、ベースにしてるんでしょうけども、あの僕みたいにですね、別にあの週刊ポストに記事を書かなくてこれだけに書いてるというのもいっぱいあるようです。むしろそっちの方が多いんちゃうかなという感じがしますね。もう何年でしょうね、4、5年やってるような気がしますね。そこにですね、今朝の27時の7時にこんな記事が出ています。日系企業1700社が中国から移転へ、日本政府の支援策受けということですね。ちょっと読んでいきますと、今年7月末現在、中国から移転を決めた日系企業が約1700社に達していたことが明らかになった。米国政府系報道機関ラジオフリーアジア RFA が報じた。これでもこういうことをね、なんでね、アメリカのラジオ局が報じてね、日本のメディアはね、どこも掴んでないんでしょうね。新型コロナウイルスの大流行によって、中国内の日本企業などで生産が滞り、日本に物品が届かなくなるサプライチェーン流通網の寸断が発生。これを受け、日本政府は今年4月、中国進出日系企業の中で中国からの移転を決めた企業に補助金を出すことを決め、移転補助金の申請を受け付けていた。申請は2期に分かれて行われており、6月末までの第1期期間中に移転補助金を申請した企業は87社で、政府は総額574億円を承認している。第2期分の締め切りは7月末ですね、一月後ですね。合計1670社から申請が出され、総額は165億7000万ドル、約1兆8000億円に達した。これこんなにお金使ってんの？日本政府は当初約2400億円の予算を計上してたが、今後予算を増額するとみられる。そうですね、2400億とかそんな話聞いてましたね。それもう殺到してるということですね。もうこれね、中国から工場なり何なりを移転させて撤退しようという話はですね、もう5、6年前から、いや、もっと前かな、からその動きになっててですね、まあ、もちろん進出している企業もあるんですよ。でも撤退する企業も多くてですね、もういろんな問題が出てきているというふうに聞いてます。まず、撤退しにくい。まあその前にね、利益を上げてもね、持って帰れへんらしいんですよね。あと中国の工場で物を作って、日本に売るなりアメリカに売るなりすると、ドルが入ってくるわけでしょ、ドルでも円でも。でそれを持ち出せないっていうんですね。意味ないやんっていうことですね、そしたら。なんで、まずそれを、利益を持ち出しにくい。で、向こうの雇用はかなり守られててですね、なかなかこう、思い通りの採用とかね、首を切れないの、まあ、やりにくいっていうわけですね。で、必ずその技術移転を迫られるわけですね。ノウハウをよこせと言われる。で、企業内に共産党の支部作れって言われるわけですね。それ企業の費用でね。
まあ、馬借に合わへんことがいっぱい出てきてですね、むしろ撤退という流れの方が大きかったんですけど、まだまだ分かってないね、あのおっさんらいっぱいいるんですよね。中国行ったらええことあるんちゃうかとかね、思って、ほんであの行くときはね、みんなホイ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 言うてくれるわけですよ。で向こう行ってね、ちょっと見に来いやって言ったら一生懸命接待してくれて、まあ、中国人ってね、客もてなすのはね、ピカイチうまいですよ。日本人より全然うまいですよ。じゃあ、ね、行こうって言ったら偉い目に遭うと、今回はもっと偉い目に遭ってますね、さて、中国メディアは日本政府のサプライチェーン強化策について、日本企業が中国から離れるのは短期的には現実的ではないと伝えていた。しかし一方で、山東大学金融学部の司令本教授は、山東大学でこれ中国の大学ですかね、新型コロナウイルスの流行で日本企業は中国にサプライチェーンを集中するのはデメリットが多いと同時に、中国における人件費の上昇や貿易消費など多くの不確実性があることを改めて気がつき、その結果中国離れが加速していったのではないかと指摘していると。帝国データバンクによると、中国に進出している日本企業は約1万3600社だが、今回の中国からの移転を決めた企業は1757社で、中国進出企業全体の約 13% となる。 13% が多いか少ないかって言ったら圧倒的に多いと思いますよ。わずか2ヶ月の申請期間中に 13% 来たんでしょ。これ7月末に締め切ってるんですね、この話だと。で8月末に締め切ったのも5月末に締め切ったのもあるわけであって、これ増えてる可能性があるわけですよ。これが倍になったら 26% で全体の4分の1ということになりますね。資本割合はどうか分かりませんけども、会社の数だけで言えばもうそれくらいまで来てるんちゃうんかなという気がしますね。また日本貿易振興機構括弧ジェトロが2019年に実施した日本企業の調査では、中国での製造コストは日本を100とすると80だが、80ですよ。安ないやん、ちょっと。昔はね、30とか40だったんですよ。昔はね、中国人のね、給料ってね、一月8000円とかあったんですよ。僕は中国に行き始めた頃ですね、30年ぐらい前。で、行こうって、日本人の10分の1やって。10分の1以下やって言って言ってるわけですけど、今はね、日本を100とすると80だが、ベトナムは74、カンボジア65、ミャンマーは60となっており、中国の製造コスト高は否めない。ミャンマーでも60ですか。ミャンマーって昔のビルマなんですけど、あのビルマの人々ってものすごいいい人たちみたいですね。あの日本が昔戦争中にあそこでですね、インパール作戦っていうのをやって、えらい目に遭ったんですけども、ミャンマーから帰ってきた日本元日本兵はみんなビルマ大好きにだったというふうに物の方に書いてあります。まあ、私は直接聞いた方がいいじゃないですけどね。これについて、RFA は専門家の話をして、ラジオ局ですね、RFA は。中国ではこの10年間で人件費が大幅に上昇するなど、日系企業は中国での投資コスト高で苦しんでおり、このような状況下で年初から中国で新型コロナウイルスが大流行し、日本政府は中国からの移転を促進する政策を打ち出したことで、渡りに船とばかりに中国からの移転を決めた日本企業が多くなってきたのではないかと報じている。これね、関係ないけどね、これ日本のメディアでしょ。日本のメディアで、これポストセブンの、ポストセブンというか多分あの週刊ポストの記事だと思うんですけど、ものすごい日本が滑らかなんですよ。読みやすいわ。日本人のね、プロが書いてるんですよ、この記事は。だからものすごい滑らかに読めるんですけど、お隣さんのね、メディア の日本の関係のニュース、日本関係じゃなくて、向こうの、まあ、日本語のニュースですね。読みにくいわ。あれは多分向こうの方が書いておられるんでしょうね。そのやっぱりネイティブのプロが書くのと、ネイティブじゃない方で、まあ、日本語の達者な方が書いてるのと、全然違いますね、日本語は。ものすごい読みにくいですね、向こうのメディアのは。もうちょっとなんとかしてほしいなと思いながらね、ただで読んでたから文句言うなって言われればそこまででございますけどね。今日は僕もね、もう一本記事書かなあかん。もう一本で、まだ一本も書いてないけどね。もう一本は書いて帰らんとなと思いながら、もう4時やんみたいな。ちょっと焦ってるんですけどね。まあ、それはええとして。書いたらすぐやん、そんな。と思いながらやってるんですけども、
こんなことがね、コロナみたいなことがあってね、でいろんなこうことが報じられて、多分今後ですね、中国で生産したものをですね、アメリカに売るというのはものすごい難しいと思うんですね。特に電子部品系とかはですね、ものすごく難しくなってくると思うんで、多くの日本の企業はですね、中国から生産拠点を移すというのは、これはもうこの流れというものは止めがたいものがあるし、それに対して中国政府がですね、なんかこう、まあ、邪魔をすれこそすれ、優遇策でなんとか囲い込もうとか、そういう動きまでには至らんやろうなという気はしますね。だから今後、撤退の流れは加速するでしょう。そんな中でもね、ちょっとね、あの、わけ分かってないおっさんたちはね、これから中国行くで、みたいなね、ことを言うてるね、企業はまだあるんですよ。今年の最初頃ね、パナソニックは本社を中国に移すとか言ってて、お前らアホちゃうかと思いますよね。まあ、まだそんなね、今でもそんな方針かどうか知りませんよ。でもね、あんま分かってないなと。そこまで空気読めないと珍しいなと思いながら、まだコロナの前でしたけどね、コロナの前でも大きな流れってもうできてるわけであって、もっと空気読めよお前って、いつまで真似してやってるんちゃうで、みたいな、そういうふうに思いました。はい、ポスト7の記事でございます。これはいけそうやから貼っときますね。はい、皆さんどうもありがとうございます。